よし、OK、始めていきたいと思います。改めまして千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。よろしくお願いします。今日は2回目、人生2回目の水戸駅での路上ライブですね。前回あそこら辺でやらせていただいて、今日はちょっといい感じのところが空いておりましたので、広々と歌わせていただこうかなと思っております。今年はですね、日本全国47都道府県でワンマンライブをやらせていただきます。茨城にもね、やってきますので、ぜひよかったらお越しいただければ幸いでございます。茨城な道いや、逆にすみません、いつも頼ってばかりで、ファンの方がね、こうやってね、作ってくださって、頼りに生きてます。あ、11月17ですね。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃね、皆さんに助けられてますけれども、皆さんの助けに私が音楽でなれるように頑張りたいと思います。では、ちょっとゆったりと今日はね、歌っていきますね。よろしくお願いします。皆さんもご存知の曲を1曲歌います。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないようになくさないように、申します。よかったらぜひぜひ聴いていってください。よろしくお願いします。ありがとう。では続けて、
参りますね。まさか。君を泣かすから、だから一緒に入れないな。君を泣かすから、早く忘れてほしいんだ。しまいましょう。この曲はすごく夕日があるときに歌うとめっちゃエモいんですよ。これでは思い出の曲を聴いてください。月見さん、出会いと別れ繰り返すたび心はすり減らす。記憶をかき分けた先に滲んだ思い出が待つ。あなたを知らない世界の方がずっと増した後払い。いつしかすれ違う日々の中で骨隠しながら
数を超えて、あなたはまた世界を奪ってゆく。感じる曇りが沿った私の未来を奪う。時計の針は突然止まる。あなたが告げた言葉で、どうしてここで一人なんだろう。流した涙の意味を曲は本人様と歌わせていただいた思い出の曲でもあるし、カラオケバトルで、ね、優勝した時の曲でもあって、本当に本当に私の人生においてすごくキーパーソンとなった楽曲だなと思っております。今年も、ね、日本全国47都道府県で、ワンマンライブをやらせていただきます。47回ライブをやりますので、この、茨城にもやってきます。ぜひぜひよかったら今日も手売りチケット持ってきてますので、お手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。改めまして市川ひかりです。仲良くしてください。ありがとう。 OK、 では続けてどんどん歌っていきたいと思います。皆さん寒くないですか？大丈夫そう？あったかくして聴いてくださいね。ぜひぜひ。ちょっとじゃあ懐かしの曲もね、何個か歌っていきたいんだけど、私がそれこそ学生だった頃に、よく聴いていた曲をちょっと歌いたいと思います。それでは聴いてください。あゆうた、ヘアクション。すごい、今めっちゃいいタイムだったね。あゆうた、ヘアクションって最高です。あゆうたならの愛の手、つまんないな、ごめんなさい。OK、 グリーンさんのあゆうた歌っていきたいと思います。聴いてください。ねえ大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。愛してるだなんて臭いけどね。だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらね、またバカにして笑ったよね。君の選んだ道はここでよかったのかなんて、わからない。
日の僕ら何の話をしてた。初めて会った日によそよそしく、あれからいろいろあって、時には喧嘩もして、分かり合うための時過ごしたね。この広い僕ら空の下で出身なんですけど、千葉には舞浜というところがあって、東京ディズニーランドがあるんですよ。千葉なのに東京ディズニーランドなんですよ。千葉そういうの結構多くあって、東京ディズニーランドとか東京ドイツ村とか、東京とドイツなんか乗っ取ってるみたいな感じの名前のとこ結構あるんですけど、そうディズニーにね最近新エリアがオープンしたということで、ちょっとその曲をね SNS で歌ったんですけど、今日もあやかって歌ってみようかなと思います。ちょっとこのタイミングでしかね、なかなか歌えないかもしれない。あ、これ CM で聞いたみたいな感じあるかもしれないんで、よかったらぜひちょっとお時間あればね、聞いていってください。よろしくお願いします。では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 、Journey to Fantasy Springs という曲を歌ってみたいと思います。OK。それでは、歌いたいと思います。聴いてください。
タジースプリングスの曲でした。ありがとう。最後ロングトーン17秒もあるんだこれ。めっちゃ練習したもん、ロングトーンの練習だけ。改めまして、いちかひかりと申します。水戸駅の皆さん、よかったら仲良くしてください。今年は11月の17日に茨城でワンマンライブをやらせていただきます。今日はね、そのチケットも持ってきてますので、よければぜひぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。では邦楽に戻ります。今日は結構皆さんも耳なじみのある曲を歌おうかなと思って、持ってきたので、ぜひ楽しんでいってください。では日本の誇るシンガーソングライター、宇多田ヒカルさんのファーストラブ。
初めましての方はどのぐらいいらっしゃいますか？初めまして、ありがとうございます。千葉県出身のシンガーソングライター、いちかひかりでございます。日本全国ね、47都道府県で路上ライブを完走して、で、東京に戻ってきたんですけど、またバカなことをしようとしてます。今年7月の7日から、12月の半ばまで約5ヶ月で、47都道府県もう一回回ってやろうと思ってます。これは今度はね、路上ライブではなくて箱ライブという、ワンマンライブでね、回ろうと思ってますので、茨城の方も、ライブありますので、よかったらチケットを手に取っていただけたら嬉しいです。今日終わった後交流と写真撮ったりだとか、ちょっと物販物あったりだとか、それこそチケットあったりだとかするので、よかったらお時間ないよって方はそこのね、カメラ、白いカメラ持ってるフライヤー配ってるのがうちのマネージャーなので、マネージャーの方に時間ないんですけど欲しいかもみたいな言っていただけたら、私が即座に歌うのやめますので、はい、ぜひぜひ言ってください。よろしくお願いします。 OK、 では続いて歌っていきたいと思います。ちょっとダイナミックな曲を1曲参りましょう。ミーシャさんの愛の形という曲を聴いてください。Oh,
ました。皆さんの素敵なライティングがめちゃくちゃ私の心に届きました。ありがとう。そしてここから2曲ぐらい皆さんからリクエストを募ろうかなと思います。なんか歌えなかったらごめんなさいなんですけど、こんな曲歌えますかみたいな感じでリクエストいただけたら嬉しいです。じゃあリクエストタイムということで、はいはい、歌えちゃう、歌います。366日 OK です。あともう1曲、はい、うわっもう聞いとくよ、聞いてはいるんだよ、はい、聞いてはいるんだね。 OK です。じゃあなんだっけ、もう忘れちゃった。366とリアレスト、いきます。これグッズなんですけど、浜崎あゆみ張りにデコりました余談です、すいませんデコったんで、ちょっと可愛いからみんなに見せびらかして持ってきました、はい、ということで、じゃあ366日からいこうかな。出していただきます。改めまして、千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。今年は茨城で、11月17日にワンマンライブをやらせていただきます。日本全国47都道府県ワンマンライブで7月から回る予定でございます。よかったらぜひ、定理チケットも持ってきてますので、お手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではリクエストありがとうございます。いただきました366日エチオンの曲を歌わせていただきます。
ちょっと肌寒くなってきたので本当に暖かくして聞いてくださいね。もし寒いなと思ったらクラップさえすれば暖かくなるので、ちょっとバラードの時はなんかエアでやってもらえると嬉しいんですけど、はい、では浜崎あゆみさんのリアリストという曲を歌いたいと思います。
ゲスト、すみません、クーア学んどきます、リアレッドという曲でした。ありがとうございました。トワニという曲です。トワニ、共に隣を歩んでこれからも一緒に歩いていきましょう、人生生きていきましょうとファンの方と約束しています。そんなツアーを今年47都道府県でやらせていただく予定です。茨城は11月17日に皆さんとそんな時間を過ごせればいいなと心から思って準備してやってきますので、よければ皆さんもぜひ楽しんでいただけるよう頑張るので、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいです。では残り2曲ですが聴いてください。トワニ。目の前そう丸めて好きなドラマを見てる君、ちょっとしゃれた花を片手に今日も君の元にたどり着いた。僕の姿に気づく君、たまらなく可愛い笑顔で僕の方を向いて優しくつぶやいた。おかえりなさいって愛尽くした約束が僕
して私の音楽と歩んでいっていただけたら嬉しいなと思います。初めましての方も、そうでもない方も、これからまた何かの縁で出会える方も一緒に共に過ごせたらいいなと、そんな風に思ってます。改めまして市川ひかりです。今日本当にありがとうございます。ラストは愛にあふれる分連箱という曲を歌って終わりにしようかなと思います。やっぱりね、こう生と死、なんだっけ、生きとし生けるもの、合ってる難しい言葉がちょっと苦手なんですけど、まあ、本当に限られたこう人生の中、限られた命の時間の中で私たちは生きていますけど、その時間軸っていうのは変えられないけど、まあ、その与えられた時間のこうなんだろう使い方って、まあ、みんなそれぞれだと思うんですけど、その時間って平等に与えられてると私は思うんですね。まあ、その中でこうさ、何に時間を割くとか、まあ、時間じゃない、勉強に割く、仕事に割く、家、恋人、友達、まあ、いろいろある中で皆さんが選択して進んできた人生においてこう出会ってきた人たちって、やっぱり良くも悪くも、その別れもそうだし出会いもそうだし、全てその出来事がなければ今がないと私は思ってる人間です。で、私自身たくさんの人とお別れしたり、まあ、友達もそうだし恋人もそうだし、大切な人を亡くしたりとかいっぱいありましたけど、なんかその中で、まあ、悲しい気持ちを感じれるからこそ、やっぱり嬉しいな、幸せだな、この人と一緒にいたら楽しいなみたいな、そんな気持ちを感じられることができるから、両極端にその気持ちっていうか、その感情的なものは必要なんだなっていうふうに最近よく思います。この分連箱っていう曲は本当に温かい気持ちで書いた曲なんですけど、誰かを失った悲しみもすごくやっぱり大きいけれど、その悲しみよりもその人と過ごした時間とか場所とか匂いとか、そういう時間に、そういうなんだろう、思い出にたくさんこう愛を抱けたら、なんか温かい気持ちを抱けたら幸せだなっていうふうに思って書いた楽曲です。なので皆さんの中に、もしかしたら今しんどいな、仕事しんどいなとか、今やること多くてやばいなとか、ちょっと体の体調が悪いなみたいな、すごい大切な人亡くしてしまったなみたいな、こう出来事があったとしても、またいつかその時間がもしかしたら温かかったなって思えるような時間に変わるかもしれないと、そう願いながら、まあ、私たち人間は生きていくんだなっていうふうに思うので、私は皆さんに音楽でその温かさを届けできるように、最後はこの曲を水戸に置いて帰ろうと思います。また皆さんとお会いできますように。今日は本当にありがとうございました。最後に聴いてください、分連箱。静かな部屋にそっとただ今って一人ごと、あなたが残したマグカップを泣きそうな顔して、どれもこれも思い出すの、あなたの分連箱。
そして皆さんの大切な人との日々が幸せで末永く続きますように。そしてできればそこにちょこんと、ほんのちょぴっと音楽でお邪魔させてください。今日はありがとうございました。市川ひかりでした。またお会いしましょう。ありがとうございました。今年は11月18 17日に、この茨城にオーマンライブでやってきますので、よかったらこの後チケットも販売しております。お手に取っていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました。だけが見た世界で